ストレルチャストレルチャブルガリア内のストレルチャの位置、ストレルチャは、ブルガリア南西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。パザルジク州に属する。パナギリシテから東に1 3トルパザルジク州の州と、パザルジクからは北に4 1トルのところにある。スレドナゴラ山脈の南東の斜面の上にあり、美しい景観の谷が広がっている。 良好な気候条件に恵まれ、自然が豊富で有水があり、また多くの歴史的、自然的景観が残されている。そのため、ストレルチャは年中を通じて温泉リゾートの地となっている。社会主義体制が崩壊した直後、町の観光産業は低迷したものの、その後の経済回復に伴って、町の観光産業は復興が進んでいる。ストレルチャの盛大天使、 ミハイル聖堂。町の中核的な歴史的建造物は、ブルガリア聖教会の聖大天使、ミハイル聖堂で、これは1876年の4月放棄で死亡した、ストレルチャの市民に捧げられたものである。この犠牲者たちの名は、聖堂の両側に刻まれている。また、町の中央の広場で音楽を奏でる噴水も、訪問者たちの目を楽しませる。 ストレルチャのバラ園は3平方キロメートルに及び、ブルガリアでも最大規模のローズオイルの産地の一つである。質の高いローズオイルがストレルチャ自治体の域内で産出されている。バラの他にも1990年代から2000年代にかけてストレルチャでは最上級のエッセンシャルオイルを作るラベンダーの栽培に成功している。 ストレルチャ近くのトラキア人の墳墓ストレルチャの街を出て、コップリフシティツァへと続く道路を行くと、壮大な祈願の景色に遭遇する。ストレルチャから南東に3キロメートルのところには、ジャバモギラと呼ばれる墳宮があり、その中は古代トラキア人の聖堂であった。墳宮はブルガリアでも最大級のものであり、その高さは20メートルを超え、その直径は80から90メートル程度である。 二つの小室とファサードは鉄で結合され鉛で覆われた大きな石のブロックで築かれている。その中で最大のブロックは2.6メートル0.6メートルの大きさである。75メートルのトンネルが墳糾の地下に掘られており、ここを博物館とする計画がある。二つ目の石の構造物が墳糾の北西部に見つかり、ここは聖域であったと考えられる。 墳球は全部で3つの空間からなり、全部で25平方キロメートルの面積を持っている。ストレルチャから2.5キロメートル南には、ストレルチャ要塞の跡が残されている。要塞は、紀元後9世紀から10世紀頃のものと考えられている。要塞は、ルダ、柳川の右岸の独立した丘の上に築かれている。要塞の壁は、長さ140メートル、 幅50から60メートルの長方形の形に広がっている。加えて、ストレルチャーの南から南東にかけてはこの他にも複数の要塞跡が残されている。ストレルチャ基礎自治体には、その中心であるストレルチャーをはじめ、以下の町村が存在している。2008年10月8日閲覧。ありがとうございます。